どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それではテイルズオブベスペリアリマスターやっていきたいと思います。はいはい。なんだっけ、あの森本レオみたいなやつが、ああなんか闘技場のギルドが危ないんですって言うてたから、うん、闘技場にね行くわ。はい、もうね大丈夫だと思うんだ。闘技場のボスが誰なのか分かんない。ポッチは応援してればいい。一旦応援してってくれればもう、まあ応援するまでもなくみたいなとこあっけ。頑張れー、さっと勝つか。なんか銀髪の人がいるよ。銀髪って言うんだ。誰、百戦錬磨闘技大会勝ち抜き戦、参加者受付中です。やりますか、やられますか。やります。参加するんですね。みんなと別れた。バイバイ。なんか今上にさ、あの髪の毛長い人いた。いたよね。うん、かっこいいじゃん。いたじゃん、銀髪の人がいる。あ、それか。お前が言ってた、うん、受付の中にいるのかと思ってた。うん、そういうことじゃないんだ。うん、最初にこの大会のルールを説明しましょう。はい。まずトーナメント方式で行われる予選を勝ち抜いていただきます。はい、任せる。3回勝ち抜けば大会チャンピオンと対戦となります。はい。見事チャンピオンに勝てば素晴らしい商品とともに、おあなたにチャンピオンの座が譲られます。任せる。それでは第1回戦参りましょう。おう、ユーリー頑張ってください。任せとけ。ユーリーならきっと大丈夫。フィード見てない。うん、見てる。あ、ほどほどに。あ、で、なんかことは私も見る必要もないよ。出たかったって。めちゃくちゃ目立ってんだな。こりゃギルドの名も上がるわ。勝てばね。そう。さあ、本日の1回戦、闘技場のニューフェイス、フレッシュギルド、ブレイブベスペリアのユーリー・ローウェル。はい。最初の最低、元騎士にして政治活動家、東国で決まるぞ。ニョキリ・エルニャ。ニョキ、ニョキ、お、エルニャ、エルゴー。結果は一目瞭然だが、大盤狂わせもあり。え、なに、あ、俺が青二歳扱いだ。青二歳、そうだよ。お前分かってねえわ。こっちはドンと対等に張り合った男。あ、やばいやばい、ガードしてくるよ。この野郎。あ、ピヨった。容赦ない。あ、危ない危ない。チックチック。はいはい、どうだ、この野郎。うわぁ、はい、ザコ。肩鳴らしだった。どうも、あれだわ、大したあれにならない。肩鳴らしにならなかった。盗賊だよ、地獄のバンダナ盗賊。人手はどこだ、人手をくれ。やばくない？何です、どういうこと。人手はどこだ、人手って何。人手をくれ。人材が足りないと。人手に飢えてる。マンパワー、人手が足りない。足りない。人手をが好物。あ、そっちの人手。うん、まあでも何にせよ、俺にはこれがあれば余裕でね。ほら、なんか一番上に攻撃力高い。危ない。あら、あらやばい。この野郎、まだまだ軽い軽い。大したことなかったな。ちょっとずつヒットポイントをコスト削れていくけど、回復したいね。ジョン・ドゥ・マルク、ジョン・ドゥ・マルク。うわぁ、俺かつ剛腕なり。ほう、私の剣さばき受け止めよう。ほう、華麗に舞うんじゃない。ユーリー・ロウェア、ブレイブ・ベスペリア。これが実力か、ここで全てが決まるはず。熱くたぎる魂の炎を消すのはどっちだ。おお、舞うぞあいつ。舞う、舞いそうにないぞ、あの武器の感じ。舞うぞ、大変だな。あ、ピヨった。ほい、ほい、どうした。あ、体
空打ちした。いた。ああ。当たろ。はいはいはい。はい。ああ。はい。頑張れ。はい。はい。こんなもんかよ。ああもうダメだわ。乾き始めたわ。目が？なんで目が乾くんだよ。ね。見すぎたんかな。あいつガンボールじゃない。ああそうだね。まだまだ盛り上がっていくぜ。そう、次こそメインイベント。へえ、ほう、紹介しよう。大会史上5回の現東京チャンピオン。もうチャンピオン来た。おお、あれどうした。どういうこと。え、甘いマスクに鋭い顔。ほう、フレンシーホー。なんで。はい、お前こそ何してんだよ。お前が闘技場乗っ取ろうとしてる悪党ってな。冗談はやめてくれ。一体何の話だ。はい、こりゃはめられたかな。そうらしい。男たちよ、これはやばい、強いぞ。注目のファイナルファイ。はいはい。え、そん、え危ないじゃん。ああ、なんだ。危ないって。観客に八百長試合を見せるわけにはいかねえだろう。十分八百長じゃない。少しは手加減をしてほしいな。よく言うぜ、簡単に受け止めやがって。とりあえずなんかバンドのボーカルとギターがくっついてる。そうだ。あ、え、戦うのかよ。あ、とにかくだろ。ファイ、ガジャン。おお、あれ、手短に事情を聞こうか。ほう、騎士団の任務だ。それ以上は言えない。なんだこいつは。本当に闘技場で勝ち抜く任務って一体何のことだよ、うん、その隊長自ら。本当だよ、言えないんだ。いつも言えない。いつも言わないの。あ、やられた。あ、ピュッた。やりすぎだよ、やりすぎだよ。背中の傷だよ、あいつ。天使の恥だわ。自分が大金の無理だ。あんま一人で無理すんなよ。張り切っているのは君だ。そんな楽しそうな姿を見るのは久しぶりだよ。君こそそろそろエステリーゼ様を返してくれないか。悪いけどそれは俺じゃなくて本人に交渉してくれよ。そうだ、エステリーゼ様は僕の言うことに耳を貸してくださらない。でしょうね。あのお姫様は俺の言うこともなかなか聞いてくれないぞ。そうだな。お前も言うこと聞かんからな。お、あ、なに、まあ、でも回復しようとした。今お前、おい、ちょっとやっちゃいけないことしようとしたな。そろそろ茶番はやめないか。茶番はやめよう。どうやって、ここでやめたら大ブームだぜ、うん、ユーリー・ロウェル。なんか、あ、この声は。おお。こいつ。これは大変大ハプニング。おお、なんか線ついてない。あいつついてる。ユーリ、俺に殺されるために生き延びた男よ。好きだわ。ギターだっけ。ギターでこいつ。生き延びたのはお前のためじゃねえぞ。ギター弾けるからな。俺は初めて傷つけたお前を。そうだな。俺は絶対この手で殺す。やる気出すならもっと別のことにしとけよ。見ろ。なんじゃそれ。かっけえ。何？あれ何？ブラスティアよ、あんな使い方するなんて。あれ、怒ってる。なんか気持ちが悪くて動悸がするわ。年じゃない？あのブラスティア。あれ、めっちゃ怒ってる。ジューディス、ちょっと、何なのよ。これはもう大会の様子はどこやら。っていうか、私も逃げるべき。ん？どうなっちゃうの？どうだこの腕は。お前のせいだ、お前のためだ。どっち？ユーリ。さあ、この腕をぶち込んでやるぜ、ユーリ。やべえ、メイ。しつこいと嫌われるぜ。そうだな。色味悪くない？バランスが。悪い。赤にした方が良くない？赤にすればよかったのに。うん、あ、まずいな、俺軽くした方がいいと思うんだよな。くるくる回ったりする。お前があれでしょ、オーバーリミットしたからじゃないか。羨ましいのか、俺の
失敗しちゃった。もったいない。すげえ。間違えた。ボタンを。痛い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 。なんだよお前。バカか。待って。で。見て。あれ。バカ。犬はどこ？やろ、背中からやってやる。あ、痛い。周りに包んだよ。ずるずる。痛い。ああ。うん。回復中だから。痛い。エステルが殺されたみたいになっちゃった。ダメ人間め。なんだあいつ急に脅かすなって。あやべえ。あやべえ。爆発するんじゃない。左手がうずいている。うずいてるな。制御しきれてない。あんな無茶な使い方するから。ブラスティア不正が。俺に逆らう気か。ほうほう。わ。わ。うわ。わ。何あれ。あ、なんか。魔物。どうしてこんなところに。あ。偽物のために捕まえてあった魔物だ。なんでだよ。なんで。今ので魔物を閉じ込めていたシルトブラスティアが壊れたんだ。いや。どうにかしろそれ。その左手を。何やってるしてる。掃除が先だな。だな。あ、倒すのか。そうだよ。そっか。すぐ楽にしてやる。急げ急げ。すごいすごい。なんか怒ってた。大変だ。どうした。なんでだよ。普通に俺優勝してチャンピオンになりたかったの。本当にタブリート。あとどこにいたいた。なんかもやってる。もやってんな。ガワー。え、どっちの声だった。どっちの声じゃない。魔物の声だった。魔物の声。ポチーが身を抜いて魔物の声が見えたらダメなんだよ。そんなことない。やめろ。ちょっと仲良くなったのかな。気持ちね。まだいっぱいいる。いっぱいいる。こりゃちょいとしんどいね。そんなにいっぱいいた。口じゃなくて手動かして。な、何？あ？なんか光ってる。なんか光ってた。わ。ちょっとどういうこと？この箱のせい？何？え？あ、あ、あいつ。あ。持ってっちゃった。ソリアは正体を隠し、散った魔物の討伐に当たれ。ああ、客を避難させるのが先だろう。残りは私と観客の護衛だ。魔物は一匹たりとも逃がすな。まあ、フレンなら考えてるから、ちゃんと隊長らしさも板についてんじゃねえか。おう、俺たちは行くぞ。ジュディスとイヌコロが先に行ったわよ。はよ。ああ、ポチ先行った。やれやれ。ちょっと待てよ、おいってば。あ
え、ジュビス・ラピードと別れたって。え、じゃあポチを変えないと。ポチ誰がいい？レイブンになる。じゃあ、じゃあレイブン犬っぽいし。じゃあこれでいい。はい、一旦。はい、ついて避難しろとかじゃなくてさ。はあ、あの人何してんの？じゃあ退治しに行けよ。こうやってば。こうやってば。なんか盗まれました。あいつ森本レオみたいなやつ。森本レオみたいなやつ持ってっちゃった箱。なんでなんで、あいつ悪いやつだよ。あいつなんだよ。すごい感性が。感性。子供は平和だな。町の外に逃げられた。ああ。逃げ足の早い野郎だ。まだラピードが追ってる。さすが。ラピードが追いついてくれてればいいんだが。うん。それにしてもどうなってるの？なんでラギーさんが。どうやらはめられたっぽい。うん。らしいな。フレンの任務を妨害するために俺たちをけしかけたんだ。任務？お姫様を連れ返しにってことじゃなさそうだぜ。それなら闘技場の大会に出たりしないかな。まあそうでしょう。じゃあ一体何なんでしょう。なんだ。さあな、ラーギーの思惑を邪魔するものだったってのは間違いなさそうだ。ああ、でもあの温厚そうなラーギーさんが箱を奪っていった時のあいつは温厚なんてのじゃなかったね。そう、ルーインズゲートは表向きの顔ってやつかね。それにしてもあの箱を奪っていくなんて。クリアシエルって一体何だったんでしょう。分かってるのは私の魔術があの箱のせいで暴走したってことくらいかしら。うん、オーディブラスティアが制御できなかったのなんて初めて。ねえ、喋ってる暇あったらワンコを追いかけた方がいいんじゃないの。そうね、行きましょう。はいはい。ラーギーについて。ラーギーの野郎、一体何のためにあの箱を。天才少女の魔法ちょい異常だったからね。あの箱と関係してるって思ったんじゃない。ラーギーさん、箱の中身が何か分かったってこと。追いかけて捕まえればはっきりするわ。そうね、中身が分かったから盗んだというのならクリアシエルのことも知ってるんでしょうし、捕まえれば無限の町のこともわかるかも。こりゃますます逃がすわけにいかねえ。はい、急いで追いかけましょう。はいはい、セーブ。そうだね、一回一回セーブ。あ、一回途切れる。一回と、いや一回途切る、切るか。うん、一回切ろう。うん、そうしよう。じゃあ動画一旦ここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます、はい、コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。